はい、皆さん、こんにちは。TI からのプライスと申します。さあ、皆様、シーズン15、いかがお過ごしでしょうか。ですね、まあ、とりあえず、シーズン15のランクマッチですね、玉がやばすぎます。このですね、新しい新マップ、ブロークンムーンはですね、チョークポイントと呼ばれる、敵と敵が接敵する場所があまりにも多いんですけども、それに加えて、ジップレールがですね、まあ、とにかく加速が速いということで、玉がですね、めちゃくちゃ速いマップとなっております。そのせいでね、現状ちょっとランクマッチかなり沼っているんですけどね、こちら現在プレタッチ企画やっておりますので、こちらね、皆さん応援いただければ幸いです。はい。で、今回のシーズン15もですね、以前のシーズンと同様、かなりのサイレントパッチが確認されております。で、このホライゾンがサイレント強化されたんじゃないかっていう風な噂が現在流れていたんですけども、これに関してはですね、ルーさんの動画にてですね、こちら否定されております。で、ただですね、これ以外に明確なソースがある裏パッチっていうのが何個か見つかっておりまして、で、これ以外にもバグによる弱体化っていうのが何個か確認されております。で、今回はそのうちですね、視野の弱体化とあとケアパッケージ武器のですね、調整にフォーカスを当ててこちらお送りしていきます。で、今回ですね、これらに関してかなりの調整が見受けられまして、で、視野のね、バグによる弱体化もそうなんですけども、ケアパッケージ武器がですね、かなり調整されております。で、今回はですね、これによって、フレーバーがほぼ消滅状態になっている件についてをね、詳しくこちらお伝えしていこうと思います。それでは今回の動画タイトルといたしましては、シーズン15のサイレントパッチ、バグまとめということでですね、今回こうしたですね、調整に関する話っていうのを詳しくお伝えしていきます。では、まず1つ目、視野のバグによる弱体化からまずは話していきましょう。で、今回のパッチでですね、視野に関するですね、この弱体化が入っておりまして、で、これをですね、実際に今から確認していきましょう。で、まずこちらが実際にそう検証しに行った映像ですね。で、まずですね、視野、こちら、調査ビーコンが、こんな感じですね、E を連打しても全くですね、こちら使用することができない状態と現在なっております。で、これがですね、一時ですね、これシアのですね、離婚キャラ削除かと思われたんですけども、どうやらこれは使用ではなくてこれバグらしいですね。で、これですね、キーマン以外にもですね、こちらコントローラーでこれ検証してみたんですけども、コントローラーも同様ですね、こちらホールドで調査ビーコンを使用がですね、一切できないといった状態となっております。はい。で、これによってですね、現状シアはですね、ぶっちゃけ離婚キャラ削除状態となっているんですけども、このですね、マップ全体ですね、このブロークンムーン全体においてですね、このシアの調査ビーコンっていうのがスキャンできない状態となっております。で、もしこちらに関してね、まあ、このバグ早く直してほしいとかね、まあ、シアだったらこれくらいの調整必要なんじゃないかとか、まあ、そういった意見何かありましたらね、コメント欄にお書きいただければ幸いです。はい。では、次に、二つ目。本題のですね、ケアパケ武器の調整内容に関する話をしていきましょう。で、今回ですね、かなりのケアパケの調整が入っております。で、これがですね、まあ、正直、本当に大規模な調整と言ってもいいんですけども、これもまた同様にサイレントパッチなんですね。で、今回ですね、まあ、ケアパケ武器にどういった調整が入ったかって言いますと、それぞれの武器に関する出現率がですね、こちらパーセンテージの調整が入りました。で、以前まではですね、これ、ケアパケ武器っていうのは一律で 25% の出現率がありまして、で、これによってですね、まあ、大体の確率でですね、自分の欲しい武器っていうのが4分の1の確率でこちら取得できていました。しかしですね、現状、こちらのケアパッケージ武器のですね、出現率っていうのがかなり調整されておりまして、これがですね、第1収縮、第2収縮、そして第3収縮以降でですね、それぞれパーセンテージが変わっております。で、まずですね、第1収縮のパーセンテージなんですけども、こちらですね、ボセックが 25%、そして RE45 がなんと 30%、そしてフレーバーが 10%、そしてランページが 35% となっております。まあ、こんな感じですね、現状フレーバーの出現率っていうのが第1収縮においてはかなり低下しておりまして、なんと 15% もですね、いろいろ確率っていうのが下がっております。で、これはですね、まあ、先ほども話したように、以前までは一律で 25% でしたので、以前までは、まあ、当然ですね、クレーバーの出現率はもっと高かったわけですよ。しかし、第一収縮でもしクレーバーが欲しいとなった際にはですね、このパーセンテージが下がってしまっている影響によって、フレーバー取得できません。で、それ以外のですね、ランページが特に最近拾えるようになったって感じてる人多いと思うんですけども、このランページに関しましてはですね、35% と、もう驚異のパーセンテージを叩き出しておりまして、これによって、ランページはですね、
現状かなり拾いやすくなっております。そして第2収縮はどんな感じになっているかと言いますと、こちらがですね、オセック 25%、RE45 25%、クレーバー 25%、そしてランページも 25% と、この第2収縮においては、以前のシーズン14と同様ですね、これ一律で 25% となっております。じゃあ、第3収縮以降はどんな感じになっているかと言いますと、これがですね、オセックが 20%、そして RE45 が 35%、クレーバーが 20%、そしてランページが 25% となっておりまして、第3収縮以降、まあ、最終アンチ付近においてはですね、RE45 が最も拾いやすくなっておりまして、で、またですね、これクレーバーとオセックが同率で出現するような感じとなっております。で、まあ、要するに、じゃあ、これ、クレーバーが現在消滅状態にあると言ったんですけども、これはですね、第1収縮の段階において消滅状態でありまして、で、これがですね、クレーバーもし欲しいとなった際には、第2収縮が最もですね、これクレーバーが拾いやすい状態となっております。で、これに関してもですね、もし知らなかった方がいましたらね、ぜひともね、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。はい。そして3つ目ですね、これ、バグによる問題ではあるんですけども、これ、現在ですね、特に PC 版において、バグによって、フリーズする問題っていうのが多発しております。で、これに関してはですね、まあ、キャラとか武器とかの調整とはあんまり関係ないんですけども、あくまでおまけ程度に聞いていただければ幸いです。で、これなんですけどもね、現状 PC 版においてバグによってですね、試合途中もしくはロビーでフリーズするっていう現象が相次いでいるんですね。で、これの修正方法っていうのを今から PC 版限定なんですけども話していきます。で、まずですね、オリジンの場合なんですけども、こちらですね、まず Apex のですね、歯車マークをクリックしてもらって、で、その上でゲームのプロパティを開きます。で、そうするとですね、こちら詳細な起動オプションっていうのが出てくるんですけども、こちらにですね、コマンドラインの引数というものがこちらあります。で、ここにですね、こちらのコードを入力してください。ウォッチドック、アンダーバー、タイム、アンダーバー、ミリセカンド、3万ですね。で、こちらのコードを入力することによって、このフリーズの現象がですね、かなり劇的に改善します。で、Steam もですね、同様にこのコマンドラインをですね、入力できる場所があるんですけども、そこにですね、こちら全く同様のですね、このプラスウォッチドック、アンダーバー、タイム、アンダーバー、ミリセカンド、3万というですね、こちらコードを入力してください。これによってですね、かなりこのフリーズの問題っていうのは解消されます。で、もしね、現状 PC 版でフリーズに悩んでるって人はね、ぜひともこちらお試しくださいっていう話でした。で、まあ、こんな感じですね、今回のシーズン15アップではですね、様々なサイレントパッチが到来しているんですけども、これ以外にもですね、サイレントパッチ何かしら見つかりましたら動画にてお送りしていこうと思います。はい。それでは今回の動画は以上となります。で、もしかしたらですね、参考になったって方いましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。